首都圏新都市鉄道 TX-3000 軽電車は首都圏新都市鉄道の高直流通勤軽電車。2020年3月14日のダイヤ改正より、同社筑波エクスプレス線で運用が開始された。筑波エクスプレスの開業から約10年が経過し、既存路線からの転換や沿線の開発が進んだことでの急激な人口増加が続いていることなどに伴って、 開業当初は1日15万人程度だった乗客数が2016年度は約35万人に増大しラッシュ時間帯における混雑率が上昇している状況にあった混雑緩和を図るため再混雑区間である青井駅北千住駅間を含む秋葉原駅、森谷駅の1時間あたりの本数を22本から25本に 増便することによって乗車率を低減させることを目的として、6両固定5編成30両の新規導入が2018年6月に発表された。新造された TX-3000 系は2019年11月3日に筑波エクスプレス総合基地で開催された筑波エクスプレス祭り2019で一般公開され、 同線利用者や鉄道ファンら一般人に対して初めてお披露目された。車体は片側4カ所の両開き客用扉を有する。車体のサイズは全長2万ミリメートル、全幅2930ミリメートル級で、その幅は日本の機関線67ミリメートル路線の中では最大級となる、いわゆる拡幅車体を採用している。 TX-3000 系の車端部に設置されている優先席付近の様子車両の外観上の特徴として駅停車時に車両と可動式ホーム柵を視認しやすくなるようドア部分が青色になっている。行き先表示器にはフルカラー LED 式を採用し視認性の向上を図っている。内装は既存車両と同様にオールロングシートの座席配置となっている。 また、各車両の車端部には、一般の座席とは別に、形状の異なる、ユニバーサルデザインシートがある。これは座高を高く、浅くすることで立ち座りによる、身体的負担が軽減されるという、日立製作所と、川上元ミラによって設計されたシートで、グッドデザインアワードも受賞している。TX3000 系の他に、相鉄12000系電車等にも使われている。 TX-3000 系から初めて取り入れられたものや特徴として、各ドアの上部への42インチハーフ、液晶式車内案内表示器の設置、車両側窓への UV カットグリーンガラスの採用、荷棚や座席横の仕切り、車端部のドアに透明強化ガラスを用いることでの開放感の喪失などが挙げられる。土平装置は、 富士電気製の電気式固定装置を採用している。ATG と ATO、タスックを搭載し、運転士のボタン操作一つで加速から停車までを自動で行うようになっている。秋葉原駅つくば駅の全区間で運用されており、すべての列車種別に充当される。ありがとうございます。